どうも、ちゃこ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日の授業のテーマは、ジブリ作品のもののけ姫についてです。それでは授業を始めます。よろしくお願いします。はい、というわけで本日はジブリの名作もののけ姫についてお話ししていきたいと思います。で、今回はネタバレありでお話しさせていただきます。で、一回でももののけ姫の作品を見たことがあるっていう方は、まあ、より楽しめる内容になってますので、まあ、大昔に一回だけ見たとか、話なんとなくしか覚えてないけどっていう人でも、まあ、わかるように、お話ししていけたらなと思います。今回は主に、まあ、3段階で、紹介していきたいと思います。まあ、一つ目は、誰もが覚えている名シーン。で、二つ目は、目立たないんだけども、ぜひ見てほしいっていうシーン。と、三つ目が、まあ、こう、ドキッとさせられるような、シーンですね。すごく、マニアックというか、細かいところではあるので、ちょっと上級者向けかなと思いますけれども、まあ、今度、本編を見たときに、ああ、ちゃこ先生が言ってたやつってここかと思っていただけたら嬉しいなと思います。まず、誰もが覚えている有名なシーンから、なるべく時系列順に紹介していきます。で、まずは、カヤとアシタカの別れのシーンですね。森の主であった大きなイノシシからこう呪いをもらってしまったアシタカがこう村を離れなきゃいけないんですけども、町にいた娘の中の一人でカヤっていう女の子がいるんですけども、その子がアシタカと最後の別れの時に黒曜石のね首飾りをアシタカに渡すシーンがありまして、もう一生会えないかもしれない、アシタカと永遠の別れになるかもしれないっていうことを分かっていながら、こう自分の身代わりとして一生お供にしてくださいっていう、こうけなげな気持ちが、そのきっとっていう言葉の中にものすごい込められてるんですね。ちょっと涙目になってるシーンでもあるんですけれども、でそれをこうアシタカが爽やかに受け取って、いつもカヤを思うって言ってふわっと走り去っていくんですけども、まあ、そこでね BGM もちょっとアシタカが走り去ったと同時に一瞬こう盛り上がるというかっていうところで、まあ、別れのシーンなんだけどすごいこう切なくて、でもなんかこう締めっぽくはなくってみたいなところで結構感じるところがあるので、冒頭からね胸を締め付けられるようなシーンです。結構さらっとした別れなんですけども、カヤの気持ちを思うとすごく味わい深いシーンかなと思うので好きですね。はい、二つ目です。アシタカがタタラバを出ていくシーンですね。これはさっきのシーンとだいぶ飛ぶんですけども、まあタタラバで、サンとエボシとかがまあ一悶着あって、でサンを連れてこうアシタカがねタタラバから出ていくところで、こうめちゃくちゃ重い木の扉を押して出ていくところがあるんですけども、10人かかってこうやっと開けられるようなものすごい重量級の扉なんですけども、それを、アシタカはこう腕一本でガーって押して、その木の扉が動いてしまって、で出ていくっていうシーンなんですけども、でそこでアシタカが言うセリフがありまして、私は自分でここへ来た、自分の足でここを出ていくって言うんですね。人に助けられてとかそういうところではなくて、あくまでも自分だけの手で運命を決めていきたいみたいな覚悟も見えるかなっていうところで、まあかっこいいなっていうところと、これ声優されてるのは松田洋次さんっていう方がされてるんですけども、その自分っていうところをすごく強く言われるんですね。ここで自分の足でここを出ていくっていうところの心の気持ちの込め方がすごい、芯に迫る部分があってかなり好きなシーンですね。どんどん行きます。次がめちゃくちゃ有名なとこですね。黙れ小僧っていうところありますね。そこのシーンというよりはその黙れ小僧の直後のシーンが私はめちゃくちゃ好きで、モロがサンの出生について少しアシタカに喋るシーンなんですけども、そこのセリフが、人間にもなれず山犬にもなりきれない哀れで醜い可愛い我が娘だっていうところがあるんですけども、ここでモロの顔を抜かないっていう演出が私はすごく好きで、あえてこれを喋ってる時のモロを映さないことによってモロの心情がよりよく伝わってくるっていうようなところの見せ方がすごく好きですね。はい、黙れ小僧のシーンがめちゃくちゃ有名なんですけども、その直後のシーンまでぜひ注目して見ていただきたいと思います。あと2つありまして、あと2つがもうめちゃくちゃ私は個人的には好きですね。
サンがアシタカに激高するシーンですね。ラストシーンの少し手前にもう森が死んでしまって、でサンがアシタカに人間なんか大嫌いだっていうところで、こう自分の怒りをアシタカの前でもう爆発させるシーンで、本音でめちゃくちゃ喋るところなんですけども、まあそのサンの悲しみとか怒りとか怯えとかもう全てを抱えて、もう全部分かった上でっていう上でのその抱擁のシーンがね、もうたまらないですね。でも最後まで希望は捨てないっていうところ、自分たちで見つけた答えというか決断というか、そこにたどり着くまではこの旅は終われないみたいなところがあるので、そこの覚悟みたいなところとか、まあ、アシタカのその精神性が結構好きですね。はい、最後はもうなんか有名すぎるんであんまり私が言ってもしょうがないんですけども、ラストシーンですね。アシタカは好きだ、でも人間を許すことはできないってサンが言います。その後にでアシタカがそれでもいい、サンは森で私はタタラバで暮らそう、共に生きよう、会いに行くよ、ヤックルに乗ってっていうところがありますね。共生っていうところに最後たどり着くっていう、この共に生きようっていうのは最初からこれを言われても多分我々は何も響かないと思うんですよ。要はこの映画が始まって共に生きようっていうことを初っ端からこう答えとして多分提示されても何も感動はないと思うんですけど、彼らがこう最終的に自分たちで見つけ出した答えとして、そのそれぞれがそれぞれの場所で共に生きるっていうことができる、争わなくてもっていうところを見つけられたっていう終着点としてこのセリフがあると思うんで、なんかこの全部の物語を踏まえた上でこのセリフがやっぱり生きてくるのかなって思うので、はい、素晴らしいイラストだなと思います。ここからが若干ちょっとマニアックになってきますので、ぜひ本編を見た方はまあ思い出しつつ聞いていただきたいなと、目立たないんだけどもぜひ見ていただきたいというシーンをご紹介したいと思います。一つ目はですね、まず動きのためがすごい描写がたくさんあります。でちょっとこれ細かいので黒板には書きませんのでちょっと喋りますね。いっぱいあるんですけどいくつか紹介します。アシタカが烏帽子について歩いていくときに、こう村の人たちがこうハンマーですかねを振り上げて鉄をね作っている時の描写があるんですけども、そのハンマーを振り上げる時のためがもうねこういいんですよ。要は重いんで、そのハンマー自体がその重いやつを振り上げている動作のためがめちゃくちゃリアルなので重さが伝わってくるというか、はい。あとサンが烏帽子とかに撃たれて、こう屋根をちょっとコロ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 って転がり落ちるシーンがあるんですけども、そこでサンがちょっと気を失ってるんですね。なのでその脱力してる感じと、で、ちょっと傾斜になってるんで、そこを、転がっていってる、重力に従って落ちているっていう、のがね、めっちゃ分かって、すごいね、絵としてめちゃくちゃ見応えがありますね。多分2秒ぐらいしかないと思うんですけど、めちゃくちゃ印象に残ってます。はい。で、次が、アシタカが、モロたちの寝床で一夜明かして、で、次の日になって、こう、ヤックルが下にいるので、そこに、行くために、斜面に着地するシーンがあるんですけども、ちょっと何日間か寝てて足が怠けてたので、上手に着地できなくって、コロコロコロってこう、転がり落ちるシーンがあるんですけども、その時に、こう、着地してから、転がるまでのためがすごいいいんですよ。こう、結構リアルというか、あれってなって、こう、うわーってよろけるところのためがね、めちゃくちゃリアルなので、ここぜひ見てほしいと思います。めっちゃ好きです。次、ヤックルに乗ったアシタカを、投げ払う侍の動きです。侍がこう、ヤックルと、アシタカが前からバーって来て、それを大きい投げで、バーンってこう、払うシーンがあるんですね。結局当たらないんで空振りになるんですけども、その投げがめちゃくちゃ重いことがわかるというか、その、振る前にこう、ぐっと溜めてから振って、バーンって、振り払うんですけども、その溜めが、めちゃくちゃいいので、ここ見てほしいと思います。はい、次。おっことぬしが、アシタカを、振り払う時の予備動作。これもためがあるんですね。もう、たたり神になろうとしているおっことぬしが、サンを救おうとしてね、アシタカが、おっことぬしの顔のところに入り込んでいくんですけど、それを、おっことぬしがこう、一回引いて、バーンってアシタカを払いのけるんですね。このためですね。一回引いてるんですよ。その、ぐっと引いてる時のためがめちゃくちゃいいので、ここ、いいです。みたいな感じで、動きのためがすごいところが結構あるので、別にもののけ姫には限らないんですけど、見ていただきたいなと思います。で、二つ目はカメラワークです。アニメならではのカメラワークというか、ちょっと誇張が効いてて、もうそれによってリアルさであったり、こう、臨場感みたいなものが、増幅しているので、大好きなんですけど、そこを二つ紹介します。一つ目は、ヤックルに乗っている時と、山犬に乗っている時の目の高さの違いですね。冒頭のシーンで、まあ、村に、アシタカが帰ってきて、その時のアシタカ目線のコマがあるんですけど、そこはヤックルに乗っている高さなんで結構高め、ちょっと高いのかな。で、山犬に後半で
後半になって山犬にアシタカが乗るところとか、まあサンが乗るシーンもあるんですけども、それも若干目の高さが異なってて、その人物、今乗ってる人物の目線っていうのが結構計算されてるのかなと思うので、そこのこだわりが感じられるところが好きです。で、もう一つのところがめっちゃ好きなんですけど、アシタカとエボシが喋ってて、で、まあエボシの野望みたいなところを聞いたアシタカの右腕がね、勝手にうずいてしまって、で、不随意にね、こういう風に動いて、こちらの、刀に手を伸ばすっていうシーンがあるんですけども、この手がね、こうなってる時のカメラワークがすごいんですよ。手を追いかけて、カメラが動いてる感じなんですね。だから定点じゃないというか、で、そのカメラの振り具合もかなり、オーバーに動いてる感じがするので、アシタカの意思とは関係なく動いてしまっている感じとか、その動き方にもなんか怒りみたいな憎悪みたいなものがすごく込められてるのがわかるようなカメラワークになってるので、多分1秒ぐらいしかないコマだと思うんですけども、ぜひ見てほしいです。めっちゃ好きですね。目立たないけど見てほしいシーンは以上です。で、さらにここからもっと細かい感じになって、もう思わずドキッとさせられるようなアニメなんだけど、これ現実よりリアルじゃないのっていうくらいドキッとさせられるようなシーンを、まとめました。これも時系列で言っていきますと、物語の冒頭ら辺ですね。たたり神が村に襲撃する直前に、見張り台のところにアシタカが登るシーンがあるんですけども、その登る時のアシタカの動きですね。ぬるぬる動くんですよ。猿が木を登るように滑らかに動いていくところがあるので、ぜひ見てほしいと思います。次。自己棒と一晩喋って、で、その次の朝にアシタカとヤックルが何も言わずに、こう、その場を離れて出発するっていうシーンがあるんですけども、その朝焼けがめちゃくちゃ美しいです。そこ BGM もないし、なんかこう派手なシーンではないんですけど、アシタカとヤックルが日を受けているので、その反対側にちょっと影が、出る描写があるんですけども、まあなんかそういう現実にはありえなさそうな、そういう描写、影が出るみたいな描写とかがあるところが、より、それがあるだけでよりリアルに感じられるというか、本当に絵として美しいなっていうところですね。はい。で、次が、気を失っていた高六たちをアシタカが見つけて、で、彼らをちょっと休憩させるために、池にやってくるんですけども、その時に碗を一瞬洗って水をすくうシーンがあるんですけども、そこの水のきらめきがめちゃくちゃ美しいです。CG なんじゃないかっていうぐらいに美しい。この時代はもちろんセル画なので、そんな、一部ね、背景とかにこう 3D マッピングとかはされてるんですけども、とにかくね、美しいんですよ。技術動向っていうよりも、もう本物のように感じられる美しさがそこにあるので、ほんと何気ないシーンなんですけど、見てほしいなっていうぐらいマジで好きですね。はい。で、次が、サンとエボシが初めて接触した時の、シーンで、でエボシが、霧みたいなやつでね、こう、サンをピシッと切ろうとするんですけども、それが、かわされてしまって、で、サンの、こう、肩というか背中に、サンが着ている、山犬の毛皮の衣装に多分、その、武器が一瞬かすめたんでしょうね。で、その毛皮が切れて、宙を舞う描写があるんですけども、それも、こう、アニメならではの演出というか、実際にあんなに長時間毛穴なんかがバーッと舞うことはないと思うんですけど、それをあえて残すことで、その瞬間の美しさというか、なんかこう、場の緊迫感みたいなものを表現されていて、めちゃくちゃ印象に残ってます。覚えてる方もいるんじゃないのかな、これは。で、あと、雨のシーンですね。これは物語のだいぶ中盤か後半ぐらいになってくるんですけども、アシタカがヤックルによって、こう、とことこ歩いていくシーンがあって、そこで雨が降ってくるんですけども、それの時に、雨が降る直前にですね、植物が映るんですね。岩場があって、植物が何本か生えてるんですけども、その、画面右前ぐらいにある草木の一本がね、ちょっと他と色が違って、少し青みがかってる草があるんですね。それが混じってるのがめちゃくちゃいいなって思って、要はその配色センスがすごい美しいと思うんですよ。こんなとこ見てる人誰もいないと思うんで、多分このシーンが思い浮かばない人は何のこっちゃって話だと思うんですけど、他の草は緑なんだけど、その一本の長めの草だけちょっと青っぽいんですよ。それが一本混じるだけで、めちゃくちゃその全ての生えてる植物が、こう、色味として自然というか、リアルなものに見えてくる。ただ全部緑っていうよりも。っていうところを思わせる、その、色のセンス、色の置き方が素晴らしいなっていうところですね。結構好きです、このシーンは。一個おまけで、描写というか、なんか様子なんですけども、カタラバに初めてアシタカがついたところで、カタラバ全体のなんかこう街の賑わいみたいなところを、示す描写がね、何秒間かあるんですね。でそこで、街の人たちが喋っている、なんか物を売り買いしているところの様子が一瞬出てくるんですね。で、ちょっとモブキャラにセリフがあって、モロをやっつけて運んだ米だ、ありがたく食えよって、言ってるセリフがあるんですけども、そこのシーンでよく見ると、なんかいろんなことをしてるモブキャラがいるんですね。普通に物を売り買いしている人もいるし、左の方では、なんかこう、歌を読んでる、筆を持って歌を読んでる人もいるし、画面の多分ね、右下かなに米俵を、めっちゃ重たい米俵をよいしょって2票ぐらい置くおじさんがいたり、後ろの方でなんか誰かに手招きしてる女の人がいたり、もうすごいごちゃごちゃしてるんですよ。なんかその辺の細かい描写一個一個がかなりね、こう手が込んでいるので、そこを一つ見てるだけでもめちゃくちゃ物語があって面白いので、
めちゃくちゃ好きです。次紹介するのが感情描写ですね。もののけ姫に限った話じゃないんですけども、結構ジブリ作品では風が吹くシーンっていうのがあって、実際に吹いてなくても風が吹いたような描写が結構あるんですね。まあ、一番わかりやすいので言うと、こう、サンとアシタカが初めて出会うシーンで、アシタカがこう自分の名前を言いますよね。で、そこで風がファーっと吹いてくるところがあるんですけど、まあ、それはわかりやすいやつで、あとなんかね、こう、アシタカが村の人からこれまであった戦の話とか、聞いてる時とか、聞いた直後、に髪がこう内側からふわーっと膨れる描写がいくつかあるんですね。ただ顔の表情だけじゃなくてその髪で表現するっていうところの描写がまあ好きだなって思います。であとこれもめちゃくちゃ細かいんですけども、瞬きのタイミングがいいなって思ってて、一個すごい覚えてるのが、獅子神殺しをやるためにエボシとか、まあ、自己坊がねどんどん森の奥に進んでいってる時で、で自己坊の手下が自己坊にこうなんか報告をしに来るんですけど、それをエボシがちょっと後ろを向いて聞いてるっていうシーンがあるんですね。でそこで確かなんですけど、エボシが一瞬瞬きするんですよ、一回だけ。その瞬きのタイミングがめちゃくちゃリアルで、そこ多分瞬きしなかったら、なんかこう、エボシのリアルさっていうのがなかなかないと思うんですけども、そのタイミング、瞬きのコマを入れるタイミングがもう最高というか、めちゃくちゃリアルで、そこ結構好きですね。はい。で、さっき言ってた雨のシーンなんですけども、ま、さっきのは雨の植物の配色っていうことで、で、ま、人物を見ると、そこのシーンって、アシタカがヤックルに乗って普通にこう、の道を進んでいくんですけども、で、そのアングルが真正面なんですね。真正面からの抜きで、こう、ヤックルとアシタカがいるっていう感じ。ヤックルがいて、アシタカがこう乗ってて、こう、ヤックルが歩いてるっていう感じなんですけども、二人とも節目なんですよ。すごい下の方を向いてて、暗い表情で。で、こう、時折天候が変わって、たまに晴れ間が覗いたり、また曇って陰ったり、みたいな。で、BGM もないし、セリフもしばらくないんですけども、その節目とか真正面っていうことと、その天候の変化っていうことだけで、アシタカがこれから、自分たちがどう生きていくのが正しいのかっていう心の葛藤みたいなのを抱えているっていうことがすごく伝わってくるシーンなので、何気ない描写なんですけども結構解釈ができるなっていうシーンなので好きですね。はい、次で最後になりますけども、汗が滲む描写が結構あります。それがね、まあリアルな感じがするので単純に好きなんですけど、何個か挙げると、まずおんぶのシーンですね。森で怪我人を背負ってる時の、アシタカのおんぶしてる時に汗が滴ってきたりするところとか、あと寝てる時にこの右腕の呪いがうずいて、それで、うなされてる時の、油汗、みたいなところとか。まあ、あと、これはアニメならではの本当にオーバーな表現ですけど、自己坊が、めっちゃクライマックスのところで、顔に一気に、2、3秒でめちゃくちゃ大粒の汗をかくっていうシーンがあるんですけども、なんかそういう汗の膨らみ方とか、水とかがこう、滲み出してくる感じ、水分がこう、内側からわーっと滲み出ていく感じの描写とかが、かなりリアルなので、それとこう、人物の表情と相まって、感情がよく伝わってくるなっていうところがありますので、ここもね見ていただきたいなと思います。はい。まあというわけで、まあなんかいろいろ喋ったんですけど、今日喋ったみたいなことが、もう私のもののけ姫のなんかもう好きすぎるシーンみたいな、絶対見てほしいっていうところであるし、もう私が見たら毎回そこは見入ってしまうようなシーンなんですね。で、来週はちょっと変態版として、サンとかエボシとか、あと女キャラですね、その他の女キャラとか、あと獣ラックルとか山犬とかのめっちゃ燃えるところとか、めちゃくちゃいいぞっていうシーンについてちょっと喋り倒そうと思いますので、ちょっと頭ぶっ飛んだやつがまた見たいなっていう方は、また来週上がる動画もぜひ見ていただけるといいなと思いますので、よろしくお願いします。今日チャコ先生が喋んなかったけど、あそこのシーンも良くないですかみたいなところがあったら、またそれもコメントでいただけるとめちゃくちゃ喜びますので、皆さんの好きなシーンを教えていただきたいなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それでは、この辺で授業を終わらせていただきます。ありがとうございました。